皆さんこんにちは、ビスコと息子のヒカです。よろしくお願いします。お願いします。そしたら今回はですね、ヒカルと二人でヒカルが作ったコースで遊んでいきたいと思います。思います。そしたらどうぞ。どんなコースなのかな、私は全く知らないコースになるんで、まあヒカルにちょっと案内してもらいましょう。おー、扉にまず入りましょう。スタートします。お、なんだこれは。イエーイ。あ、で、このまま、あ、これゼルダ、テレレレーン、1本、あ、2本、やった。うん、あ、あんなところにあった。爆弾どうやって出すんやったっけ。これ下に、これこうか。ごめん、間違えた間違えた上か。ほんとや、危ねえ。あ、で、キノコキノコを出した。おっしゃ、うんうん危ねえやばいやばい。おー、でかくなった。そうやろうね。でれれれ、え、キノコ取っちまったよ。これ積んだよね。てれれれれれ、あー、あのキノコじゃないといけんがや。じゃあもう一回やり直していこうぜ。みんなでやり直します。おし、じゃあ俺が取っていいか、取ってみていいか。でれれれ、まずはオッケー。キノコおいで。え、あ、ドーンか。来た。ほい。そして、うん、あ、雲消せるんや。あ、これか。やばい。え、すごいじ。あの、赤いコインは取らなくていいが。うん。ほい。こうや。縮んだ。ああ、そうなんや。びっくりした。じゃあ、このまま行くよ。あ、もう一回食らわないかん。いけんがや。なるほど。そして、このまま。え、これこのまま行っていいが。ダメやよね。オンオフスイッチ押さんのよね。あ、そして、キノコを取る。オッケー。あ、スターを伝っていく。びっくりした。スタに食われるかと思った。スタを伝るはい、スタを伝るみたいです。はい、あれ、これどうやっていくん。そしたらスイッチあるけど、これスイッチ押したらキノコ動くよね。キノコ動いていいけど、俺どうやって動くんやんの。あ、あ、キノコ動かしていいな。うん。はい。あ、なるほど、爆弾が出るんやね。びっくりした。閉じ込められたと思ったら。そして、これ危なくね？あ、なるほど、かぶれるんや。はい。シャキーン、シャキーンって言った。すげえ。うん。うまいこと作ったね。うん、うん、あ、キノコ消えたよ。あー、びっくりした。消えてなかった。入る？うん。おお、めっちゃ進んどった。キノコ、キノコ取れる？これ。あ、取れんがや。
あ、壊してしまった。あ、大丈夫ね。やべえ、済んだ。裏世界、裏世界、んー、やばい、詰まった、私は詰まったぞ。これはもうどうしようもないってことやね。オッケー、罪のようです。ああ、なるほど、そういうことか。ああ、そうやってあげるんや。あそこで壊してしまうからか。ドカーンヘッドつけとったら、あ、それで積んどったんか。なるほどね。うん、最後俺のボム兵あるしな。よし、クリア？やったね、ようやくクリアしました。うん、ボーナス？うん、チロリ？なるほどね。イエーイ、クリア。はーい、エンドということで、無事にクリアできましたね。いやー、トラブルもありましたけど、なんとかヒカルが謎を解いてくれました。はい。はい、そしたら、もう一個、お見せしますか。じゃあ、行くよ。はい、そしたら、そうですね、コースが決まりましたので、早速、行きたいと思います。はい。どうぞ。これはね、うん。ヒカルの人気コースみたいですね。楽しみですね。26いいねついてるコースみたいですよ。これ2人でも多分できる。リフト乗り継ぎ大作戦2っていうことは1もあるってことやね、きっと。お、ほんとや、リフトや。これ大丈夫？ああ、そうね、びっくりした。積みかと思った。オッケー、ピンクコイン取らんなんだね。ああ、うん、なるほどね。うん、そうしよう。ほんとや、ちゃんとリフト復活する。これはいいね、ありがてえ。おお、すごい、ほんとや、来たよ。ああ、じゃあここまで復活。うん、リフト乗り継ぎ大作戦。じゃあ私も行きます。んー、ポーンポーン、イエーイ、行ったよ行ったよ。ここでズルができるみたいです。どこか。なるほどね。ほい。ほい。あー、なるほど。あれ？違う。こっち行ったらダメや。あー、回転して死んだ。くる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 って。やった！中間地点や。イエーイ。中間行ったぜ。危ねえやつや。危ねえやつおる。よし。タイミング見て。おお、危ねえ。怖い怖い。怖い怖い。ほい！行ったぜ。私は行ったぜ。あー、コイン取れてね。ほい。全部取ったよ。鍵ゲット。ほい。ポーン！おっしゃ、行った。しまった。巻き込み。あ、鍵が、ナイス。せっかくの、仕方ね。よし、しようか。ほい。ほい。うわ、これは仕方ないね。もうクリア？で、ご褒美部屋が？おお、ほんとや。なるほど、いっぱいコインがありましたね。はい。そしたら最後は、イエーイ！
い。ということで、シンプルながらも、なかなか、楽しいコースでしたね。しっかり作り込んでありました。はい。そしたら、そうですね、今回はここまでにしたいと思います。思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お願いします。では、またね、イェイ。またね。